はい、どうも、アスタの食べ頃です。8月28日発売、キュリオシティディマシンなんかの紹介やっていきましょう。今回紹介するのはこちら。オードオーダーハニーバイス。青の調理の仕組みでパワー12000あります。効果の方ですが、チームキュルキュルン。チーム自動効果。対戦相手のターン開始時、対戦相手の手札が2枚以上ある場合、そのターンのドローフェーズの間に、対戦相手はカードを合計1枚までしか引けない。自動効果、あなたのアタックフェーズ開始時、各プレイヤーはカードを1枚引く。あなたは対戦相手の手札を見て、ガードアイコンを持たないカードを1枚選び、デッキの一番下に置く。対戦相手の手札を見るということで、さながらディーバ界のピーピングアナライズと言っても過言ではない、ハニータイスさん、こちらの効果を見ていきましょう。まず、キュルキュルーンのチーム限定自動効果で、対戦相手のドローを制限することができます。こちら面白いのが、ライフバーストで対戦相手の手札が増えて、開始時に手札が2枚以上になっていた場合でもドロー制限できます。なので、相手の色によっては対戦相手の手札を1枚以下にしておくといったプレイングもいいのかなと思います。下のピーピン効果と合わせて対戦相手の特化解決を強いる仕組みかなと思います。下の効果も詳しく見ていきましょう。自動効果、アタックフェーズに開始時にトリガーするんですけども、条件なしでワンドローできますので、それだけでも十分強力な効果になっています。その代わり相手もドローするんですが、相手のドロー後に手札を見てピーピングして次のターンの脅威となるカードをデッキの下に戻せばいいので、場合によってはドロー前よりも相手の手札が弱くなるといったことができます。自分は手札を増やしつつ対戦相手の手札の質を下げる効果という感じですね。非常にキュルキュルンらしい、いやらしい効果になっています。今までもアタックフェーズ開始時でドローできる子がいたんですけども、それと比べるとかなり条件が緩くなったなといった感じですね。アタックフェーズにドローするということで、ハニーとアイスとね、似たような子に、ホタルイカがいましたので、こちらと性能比較をしていきたいと思います。まず、ハニーとアイスの方のメリットなんですけども、ハーモニーがありませんので、複数展開することが可能になっています。また、ピーピングによる情報アドバンテージを得られるというのがハニータイスの強みかなと思います。一方、デメリットの方ですが、対戦相手の手札の枚数が減りません。また、ガードはハンデスできませんので、こちらのルイガーアタックが防がれてしまうという点にはご注意ください。なんですが、キュルキュルンで使うと、チーム自動効果で対戦相手のドロー機会を奪うことができますので、対戦相手の手札を減らすというよりかは、対戦相手の手札を増やす機会を減らす効果なのかなと思います。なので、ゲームを通していくと対戦相手のアドを減らしていると考えることもできるかなと思います。また、ハニーとアイスだけの強みとして、手札を捨てさせませんので、ゼノクラスターに引っかからないというのが非常に強力なんじゃないかなと思います。なので、キュルキュルで使う分には、ハニーとアイスだけでも結構十分強いんじゃないかなと思います。またですね、お互いのドローっていうのを活かしてですね、この辺り使っていくといいのかなと思います。まず、コロンブスの方ですが、増えた手札を除去効果のコストにすることができます。コロンブスは3枚捨てて対戦相手の宿に行って場にするんですが、コストが重いんですね。またですね、相性がいいポイントがもう一つございまして、ハニーとアイスとコロンブスの効果、どちらもアタックフェーズ開始に同時にトリガーしますので、ハニーとアイスでカードを引いた後にコロンブスのコストを支払うといったことも可能になっています。さらにコロンブス、リュリュデッキ1枚以下でパワー15000になりますので、ハニーダイスのピーピン効果で相手は質の下がった手札でパワー15000ラインを対処しなくてはいけませんので、まあ、なかなか超えられない壁になるんじゃないかなと思います。さらにノートルダムですが、ハニーダイスのピーピングハンデス後にですね、相手ドローしてますので、追い打ちでハンデスをかけるといったこともできます。一応ノートルダムに関してはライフバーストコストも手札を捨てる効果になりますので、ハニーダイスのドロー効果とも相性がいいんじゃないかなと思います。簡単でしたが、オードオーダーハニーとアイスの紹介でした。まとめますと、対戦相手に突破解決を強いる青シグニかなと思います。キュルキュルンでその進化を発揮してくれますね。まず、自動効果、ピーピングハンデスで対戦相手の手札の質を下げることができます。さらに、キュルキュルンのチーム自動効果でドロー制限をかけることによって、対戦相手の解決座を引きづらい状態にしていきます。合わせると、キュルキュルンらしい、非常にいやらしい効果ですね。また、ハンデスに関しても、デッキボトムに送るものになりますので、ゼノクラストをケアしているという点も非常にポイントが高いです。ピーピン効果も相まって、ディーバ界のピーピングアナライズと言ってもいいんじゃないでしょうか。ということで、コードオーダーハニータイスの紹介でした。やはり使うデッキとしては、キュルキュルンで使ってあげるのが一番いいんじゃないかなとは思います。まあ、一応自分の手札が増えやすいっていう性質がありますので、他にも相性のいいデッキもいろいろ模索したいなと思います。はい、ということで、コードオーダーハニーとアイスの紹介でした。それではまたね。